それはある日突然起きたんだ。子供たちの元に届いた不思議なカード、しかも世界中で。カードは別に子供たちだけを選んで現れたわけじゃない。大人たちのとこにも現れてたんだけど、大人たちは全く興味を示さなかった。興味を示したのは子供たちだけ。するとなんと、驚くべきことに突如カードからモンスターが現れ、バトルを始めたのでございます。そしてたちまちのうちに世界中の子供たちが迫力のモンスターバトルに夢中になってしまったのでございます。ネットを通じて情報交換し合い、やがて世界共通ルールができたんだ。その中心となってネット上に集まった6人の子供たち、それが俺たち、バトル